皆さんこんにちは、ビーレジェンド安村です。本日は久しぶりのね、新作フレーバーなんじゃないでしょうか、クロゴマッスル風味、こちらのレビューをやっていきたいと思います。このね、黒ごまの上にはサイドチェストをしたマッチョですよね。これもしかするとうちの B レジェンド大林なんじゃないかっていう僕の推測があります、まあ、さてさてそういうのは置いておいて、一体どんなフレーバーになっているのか早速ね飲んでいきたいと思います。それではちょっと開封していきましょう。よいしょ。お、ものすごくいいごまの香りがいたします。そしてパウダーの色はこんな感じですね。いつものねパウダーに比べると若干黒ごまなんでね、黒っぽい色にねなってますね。ごまのむちゃくちゃいい匂いがします。これごま好きの皆さんたまらないんじゃないでしょうか。うん、むちゃくちゃ香ばしい匂いがしますね。こちらね、ビーレジェンドプロテイン購入いただきますと、こちらのね赤い袋に入った大スプーンが付属してまいります。まあ、こちらのねスプーンを使ってこのパウダーですり切って1杯入れていただくと 30g 計量できる設計になっておりまして、タンパク質もね 20g 取れるようになっておりますんで、こちらねスプーンご活用ください。でね、こちら裏面の方にシェーカーに 150ml から 300ml の水でお飲みくださいって書いてあるんですけど、お客様のね好みで調整してもらえばいいんですけど、まあ、濃く飲みたい方はね水を減らしてあげて、ちょっと味が濃いかなって思う方は水の量を増やして試して飲んでみてください。僕はね大体 200ml ですね、いつもこの辺がちょうどいいかなと思っています。その辺お好みで調整してあげてください。それでは入れていきましょう。よいしょ。で、蓋を閉めてシェイクしていきます。はい、シェイク完了しました。おっと、ほのかに黒ごまの、ね、色がつきましたね。シェイクした、ね、プロテインの中にはね、こうつぶつぶの、ね、黒ごまが浮かんでいるのが見えますね。非常に美味しそうですね。それでは早速飲んでいきたいと思います。よいしょ。うわ、先ほどのねパウダーでもね十分黒ごまのね香ばしい香りがね非常に食欲をそそったんですけれども、水に溶かすことによってさらにね香りが強くなりました。むちゃくちゃ美味しそうですね。早速いただいていきたいと思います。いただきます。うん、めっちゃ黒ごま美味しいです。ごまのね香ばしい香りとミルク感がものすごく相性抜群です。これはもう黒ごマッスルマッスル、まあ、そんなことはねさておきものすごく美味しいっていうことですね。まあ、どんなものに近いかって言われたらねなかなか表現しづらいんですけど、まあ、イメージとすると黒ごまラテに本当に近いんじゃないかなと個人的には思います。ただね溶かして飲むだけでもね黒ごまラテのように美味しくねスイーツ感覚で飲めるフレーバーだと思うんですけども、このねパウダーを利用していろいろねスイーツとか考えちゃってもね面白いんじゃないかと思います。まあ、例えばこれとねアーモンドミルクとかねこうシェイクしちゃって、まあ、ゼラチンとか入れて溶かして例えばプリンにしちゃうとかね、そういういろいろなねアレンジの仕方でもね使えるフレーバーなんじゃないかと思います。その辺ねご自身の好みでいろいろアレンジして試してみてもいいんではないでしょうか。でこちらね黒ごマッスル風味のね甘さレベルなんですけど、まあ、うちの商品で例えると、まあ、そんなバナナ風味とかねメロメロメロン風味ぐらいのね甘さレベルなんじゃないかなと個人的には思います。まあ、そこまでねこう甘ったるくもなくてね黒ごまのね香ばしいフレーバーがねこう鼻を抜けて非常にね楽しんでいただけるかと思いますんでね、全国のね黒ごまファンの皆さんぜひ一度ご賞味ください。それではこちらね、黒ごマッスル風味の栄養成分表示ですけれども、1食 30g あたりエネルギー 113.6kcal、タンパク質が 20.2g、脂質が 2.0g、炭水化物 4.8g、食塩相当量が 0.2g、ビタミン C42.9mg、ビタミン B6 が 1.2mg となっております。こちらね、黒ごマッスル風味、新作フレーバーとあります。まあ、数量限定のね、フレーバーになります。ぜひね、一度、
お試しください。こちら動画ね、概要欄の方に商品詳細ページに飛ぶ URL を貼り付けておきますので、ぜひ、ね、そちらから飛んでお確かめください。それではまたね、次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。